はい、お疲れ様です。文教堂ファン東館です。はい、今回はですね、これからですね、高校生になる方必見で、英和辞典の紹介になります。はい、まずですね、そうですね、多分ご購入されまして、多分失敗はないと思う銘柄がですね、こちら、ジーニアス英和辞典になります。はい、こちら大衆館さんから出ております。はい、こちら帯に書いてある通りですね。はい、全国売上ナンバーワンという感じになっております。はい、こういう感じになってます。はい、次がですね、そうですね、こちら、三省堂さんのこちら、グランドセンチュリーですね。今回、改訂版、改訂4番となっております。と、次がですね、大体そうですね、この辺りになりますね。研究者さんのライトハウスですね。と、あと、定番みたいな感じで、あと、こちら、三省堂さんで、こちら、シンクラウンという感じになりますね。と、この中でしたら、そうです。あともう一個選べって感じたら、あと、そうですね、ウィズダム、英和辞典ですね。こちらも三省堂さんになりますね。この中のものですと、そうですね、どれ選んでいただいても多分失敗はないと思います。いつも最後まで見ていただいてありがとうございます。